本番本番参ります。よーストーク。俺はぶち壊したいよ。クソみたいな映画界も全部客に刃突きつけるようなの作りたい。死ぬ気が死ぬ。おー助監督ってさ、女じゃ無理。助監督やりたいって。しんどいぞ。男でもみんな逃げ出す。理屈はいいんだよ、理屈は。映画に映らないからな。緊張して仕事しろ。すいません。俺は映画を武器に戦ってる。大島さん、逆に刃全部ぶち壊す。それでこそ若松浩二。はい。星の尻尾はなぜ生えた。お行儀のいいシナリオなんて誰も求めていないんだよ。痛い。若松浩二がこんなやりまくるだけどコマーシャルな映画作っていいのかよ。監督が一番分かってるって。そんなことわからない。どんな映画作りたいか。このまま助監督をやっていてもいい監督にはなれない。私自身が次々に変わってる。完結されないし、完結を望んでもいない。はい、行きますよ。夜が来たらどうしたっけ。橋の上でどうしたっけ。映画を見て本気でやらないとな。何にも変わらないんだよ。やがては監督若松浩二に刃を突きつけないと。